まだまだあるぞ。 ジョースターさん、裏の世界にテーマして確かに
あの中国人をその町で見かけたって情報を確認しました。だとすると、やはりそこのゼペリっておっさんの言う通り、リオは生きてその町に潜んでるってことになります。うん、戦いの覚悟はできている。俺もだぜ。ここまで首を突っ込んだんだ。黙っているのは人間じゃねえし、俺の性分でもねえからな。しかし、私があの中国人ゾンビを逃がしたのはリオの居場所を知るためだったが、同時にその犠牲として奴に破門法の存在を教えたことにもなる。お、ウィンドナイトロットへの入り口、トンネルだぜ。予定通りの到着だ。太陽のあるうちに行動が取れる。おい、魚車、なぜ止めるんだ。おい、雨だぜ。トンネルの中で？雨ではないな。赤い色がついておる。早くも来たか。気をつけろ、スピードワゴン。ここは太陽が届いていない。おい、魚車！返事をしろ！うわあ！機械なナイフが全身を貫いている。ディオか？でもどこにいる？見ろ！馬の首の切り口を！切り口の中に何か！いる！動いてる！ジョースターさん！こいつは！こいつはやばい！残虐性、異常性においてディオ異常だ！ふう。二人とも下がってなさい。私が戦う。彼も石仮面をかぶったか。いや、この腐り水のような匂いは。ゾンビだな。人間を食って永遠の生命と力を与えられる。しかし、ディオの思いのままに操られる。いわば肉人間。痛みは感じず、その肉体は腐りながらも生きながらえる一方。罠と共に水に沈められる。ネズミのように青ざめた面にしてから、お前らの鮮血の温かさを味わってやる。いや、ほう、おう、アモンカット生きられない。やれやれよ、やれやれ。いや、ほう、おりゃ、オバドライブがフレディオーバードライブ。いや、ごめん、うわ、いや、ごめん、ほう、おりゃ、ほう、ほう、フレディオーバードライブ。生きられない、そうだ、やれやれ、セカンドに匂いをじゃれ。しけらどもフレディオーバードライブ。生きるなら、やるじゃねえか。ハモンカット、よくもハモンカット、いや、さあハモンカット、よくも。人間参加は勇気の参加。
人間の素晴らしさは勇気の素晴らしさ。いくら強くてもこいつらゾンビは勇気を知らん。ゾンビと同類よ、先導ウェーブキック。呼吸法による血液の流れが作り出す波紋エネルギーが怪物の組織をズタズタに破壊したのだ。ジョジョ、奴の脳全体を再生不可能のうちに溶かすのだ。ゾンビを倒すにはそれしかない。よくもてめえら、必ずぶっ殺す。必ず細切れにして食らってやるぜ。このロットは中世時代、キングに使える騎士たちを訓練した場所と聞く。戦士に備えた秘密の通路なのだろう。まさか、このしみったれた穴の中に奴を追っていくんじゃねえでしょうね。いかにゃなるまい。奴は誘っているんだ。しかし、行くのはジョジョ一人。ジョジョ。ジョジョ。そのワインをグラスから一滴もこぼさず、奴を倒してこい。てめえ、何言ってんだよ。ジョジョ、このグラスの中のワインは、この秘密の通路での戦闘に役立つはずだ。故に、そのワインをほんの一滴たりともこぼしてみろ。その時はたとえ奴を倒したとしても、わしはもう、お前を見捨てる。おい、おっさんよ、おめえ遊びに来たんじゃねえぜ。正気かてめえ。あんたは黙っとれ。待て、スピードワゴン。わかりました、ゼペリさん。言ってきたりともこぼすような真似はしません。ジョースターさん、あのワインの意味がわかるかな。出なければ所詮リオには勝てん。